ここでは、乗り物を表す記号と、絵文字について記す。主に乗り物を正面、あるいは側面から表した記号で表す。これらは、世界的に路上の交通標識、標識に用いられ、利便的に用いられる。地図において使用されることもある。また、ユニコードでは、絵文字として取り入れ、文字として使用することも可能となった。 日本の自動車専用標識韓国の自動車専用標識通常セダンの形の側面あるいは正面を模した記号を用いる標識としては自動車の走行可能あるいは自動車の走行禁止に主に使用されるほか他の記号と組み合わせスリップ注意などの標識として用いられることもある地図記号では自転車専用道路を表すのに使用される スウェーデンの自転車禁止標識ドイツの自転車用、信号看板では、側面から見た車輪及びホイール、ハンドルなどを使用して表す。人が乗っている状態の記号を使用することもある。標識では自転車走行可能、あるいは自転車走行禁止で用いられる。駐輪場やレンタルサイクルを示すこともある。ドイツでは自転車用の信号にこの記号を用いる。 日本の踏切標識煙突から煙を出した蒸気機関車の側面を使用する。現在では蒸気機関車そのものが使用されることは少なくなったためあまり使用されない。日本では踏切を示す標識で使用されていたが現在では鉄道車両の標識が主に使用される。日本の踏切標識スペインの停車場標識中国の列車の記号鉄道車両の 側面あるいは、鉄道の先頭車両の正面を用いて表す。車両、線路、河川、パンタグラフを主に使用する。標識では、側面の場合、踏切を表す標識として用いられる。正面の記号は案内板で広く用いられる。鉄道駅を表す標識として用いられることもある。 イタリアの地下鉄の看板中国の地下鉄の記号地下鉄の正面とそれを囲むトンネルを用いて表す。看板では地下鉄のある方向を示すのに用いられる。いくつかの国ではメトロの M を用いた記号を使用する。中国の高速列車の記号日本の新幹線は通常の鉄道と区別した記号が用いられる。モノレールは モノレールの機場とその車両を用いて表す。小座式と懸垂式で別の記号が用いられる。ケーブルカー、ロープウェイ、ゴンドラではケーブルとその下に紐づいた車両で表す。マトクドが示す標準の駅の記号駅のホーム及び、鉄道車両を使用した記号が用いられる。パトカーは乗用車の記号の上にサイレンを使用する。警察署を表す。 緊急車両を表す。消防車は、消防車を横から見た記号を使用する。緊急車両を表す。火事を表す、絵文字として利用することもある。救急車は、トラックの記号の上に、サイレン、荷台の横に十字記号を使用する。緊急車両の停車箇所を表す。病気に罹患したことを表す、絵文字としても用いられる。タクシーは、 乗用車の記号の上にタクシーを表す、社名表示等を使用する。タクシー乗り場を表す。アメリカのバス停標識中国のバスの記号ハンガリーブダペストの深夜バスのサインバス停を表す標識や地図記号として用いられる。バスが停車可能な駐車場を表す用途でも用いられる。トロリーバスの場合は上に架線を使用して区別することがある。 バス停を表す場合は、バス停を表す記号を利用することも多い。トロリーバスの場合は、バスの上に河川を使用して区別することがある。トロリーバスの停車場を表す。中国のトロリーバスの記号トラックを模した記号は、トラックを表すほか、大型車の一般表示として用いられることが多い。日本の道路標識ではその扱いである。トラクターの記号が利用されることがある。 濃厚車両が通ることを意味する。香港の船着き場を表す、看板船を表す目的で使用され、港湾、船着き場などを表す目的で使用される。マリンハーバーを表す。ボート乗り場を表す標識として用いられるほか、協定場やオートレース場を表す記号として用いられる。ドイツの滑走路にある、看板空港を表す記号として、標識で飛行機を、 上部から見た記号を用いる。地図記号としても用いられる。ヘリポートを表す記号として用いられる。ロケット発着場を表すのに用いられるほか、宇宙や玩具を表す絵文字として用いられることがある。スペインの馬車の標識馬車を記した標識で使用される。日本の自転車以外の軽車両通行止めの標識リアカーなどを模した記号がある。 特殊な車両を表す記号として用いられる。車椅子を模した記号である。障害者用施設を表す記号として用いられる。ジェットコースターの車両トレイルを側面から表示した記号である。主に遊園地でジェットコースターを表すのに用いられる。一般的な遊園地自体を表す記号として用いられることもある。回転木馬の木馬部分を表した記号である。 主に遊園地で回転木馬を表すのに用いられる。一般的な遊園地自体を表す記号として用いられることもある。観覧車の全体を表した記号である。主に遊園地で観覧車を表すのに用いられる。一般的な遊園地自体を表す記号として用いられることもある。ありがとうございます。